あなたを胸にそっと思い浮かべたら、ああこんな優しい気持ちになる。あなたを胸にそっと思い浮かべるよ。ああ柔らかな風を撫でるよ。あなたは胸をそっと温めてくれる。ひだまり包まれているようで、あなたを胸にそっと思い出すだけで、こんなに胸が熱くなるよ。薄くれない終わる日を見上げ、あなたを思うよ。あなたを作るすべてがただ愛しくて抱きしめたら、あなたがいてくれるなら、それだけでもう何も言えない。もうあなたなしではきっと生きてゆけないだろう。そう心の支えになっていて、そうあなたが瞬間だけで幸せになる愛しい時、夜闇の空灯す日のようなあなたのぬくもり、あなたを包む毛布に
と思います。私はひらがなでリアンという名前です。ミクシーはリアンリアンです。リアンリアン。それで、コミ入ってるんで、そこでよかったら友達になってください。あ、いいです、どんどん使ってください。リアンさんのコミュニティもあるんですよね。私のコミュニティ誰も入ってないんですよ。てかあるの誰も知らないっていう。よかったら気が向いたら入ってください。そしたら覚えやすいですね。覚えやすいから、うん、リアンリアンでいいですか。リアンリアン。そしたら私も更新しようかなと思って、あんまり更新してなくて。今度ちゃんと更新します。ゆうたで、ゆうたで更新するって。毎日見に行くから。ありがとう。あんまり気にしなくていい。今日は更新してないな、今日は更新してないな、いつ更新するの。次の10月の2日の、イベントに。そうね、はい、今度はあのおかまじゃないけどね、私ね、はい、あのまた別のお坊さん連れてくるから。お坊さんの時のあのゲストです。はい、ゲストで、はい、10月からここにあるので、ちょっとこれ後からね、電撃出演なので出てないんだけど、レアちゃんの名前出てない。この国士使そう、10月2日の21時10分から21時45分、36時間イベント、10月1日の昼の11時から、翌2日の、夜の11時まで36時間イベントやるんですが、その最後の第5部の、トリスリー、トリマイスリーね、21時10分、夜の9時10分から、国士使そうのおかげでリアンちゃんがゲストで出ます。ていうか、いつの間も私マイク使ってないわね。まあいいわ、大丈夫、聞こえないから。いいのよ、いいよ、ずぶとく生きていくから私。マイク使ってへん方が大きいね、すごいね。そうね、控えるからね、マイクだとしと、気づかんとしそれであのその後の10月の29日にも出てもらうことになりました。はい、それはトモローと一緒に出ますので、ゲストでね、はい、10月29日ロマン派、ロマンスティック、ロマンチスト限定のイベントです。はい、よろしくお願いします。来月の最終土曜日です。それから、はい、あの宣伝はあれですか、その大きなライブもあるんですよね。あ、リアンってひらがなで検索してもらったら、あの、あんまり更新してないホームページが出てくるんですが、そちらもよかったら、見てください。11月10日にまたライブするんですが、その前にまた10月2日と10月29日にまたお会いできたら嬉しいです。よろしくお願いします。大丈夫、あなたのそのイベントが成功するように飛行石も光ってるし、ちゃんとラピュタが近くにいる。結構これちゃんと消えてるの不安なのよ。し、大丈夫。じゃあそろそろ行こうかしらね。はい、じゃあ、すいません。最後の